はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは、えー。このビデオは第8週の2本目のビデオになります。えー、ここでは Google Meet でやること、3月3日に Google Meet でやることについて話したいと思います。えー、3月3日の Google Meet では、えー、ブレイクアウトルームに分かれて SOP を作ります。はいえー、でどんな SOP を作るかは、あの昨日のこの前のビデオで、えー、お話ししましたね。でえー 部屋はですね、一応1から8まで作りますから、で、どの部屋に行きたいかは皆さんが自分で決めてください。えー、1から5、ブレイクアウトルームの1から5までは、その文系1から文系5のそれぞれの文系について話し合いながら SOP を作る部屋です。で、えー、6番目の部屋は、SOP ってよくわからないという人が話し合う人、話し合う部屋ですね。 で、7番は話し合わないで静かに SOP を作りたい人。そういう人が来てください。8番のブレイクアウトルームは終わった人ですね。もう SOP を作るのが終わった人が自由に話し合う部屋にしてください。はい。で、この,あの Google Meet の間はいつでも他の部屋に移動していいですで。移動したい人はまず最初のブレイクアウトから出てメインコールに戻ってください。 そして、えー、私にですね、次にどこの部屋に行きたいかを言ってください。で、えー、で、村上、私がですね、このメインコールにいないときは、えー、少し待っていてください。はい。えと、ー、この、えっ、ー、と、スライドへのリンクはビットリースラッシュの TTCB82 です。えー、とても短いビデオですけど、もしこのビデオに知らない言葉があったら、こういうツールに登録して、えー、復習をしてください。はい。それでは私からは以上です。失礼します。